ボールの位置と逆に体が動いてます。ただそれだけ。それをするためにはクロスオーバーだと遠くなっちゃう。だから自分の体に近いテーブルに入ってきて、これでもここでピックアップしたから体の間をしっかり寄せてる。